り1名、最後の1人だ。死んじゃダメ、弱せいじ、弱せいじ、死んじゃダメ。バリアよ。弱死んじゃダメ、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 弱死んじゃダメだ、死んじゃダメ。死ぬとこ狩られない？あ、死ぬとこじゃない？あ、ちょっと、待って、なんだっけ、ちょっと、やだ、死にたくない、よ、死にたくない、昔のクラウンメンバーと楽しくやってます。あ、なんかさ、あるらしいな、なんか世の友達もなんかその昔の FPS、 例えばサドンアタックとかアバーとか、ネジロクとかかな、分からんけど、なんか昔やってて最近全然みんなやってなかったけど、あのバルラントが始まってからこう集まるようになったから楽しいみたいな、そう言っておるお友達おったよ。なんかこう、またあの時のクラウンメンバーが集まるとか言ったら楽しいんだろうな。こうワイワイ盛り上がれるし、こう懐かしさに浸れていいよな、なんかこう集まるのって。クラメンとやるの楽しい。あ、いいよな、こう仲間でこうさ、ヨガさフルパでやりたいな、5人で。ホロライブのメンバー5人集まるかな、やりたいな。だって5人ってさ、なかなかこう固定で5人っていうのはなかなか難しいよな。集まりもそうだし、なあ。お嬢のおかげでフェス上手くなった錯覚を感じる。ちょっとありがとう。あきさん、ありがとう。集まるかな、ホロで5人。とわと祭りはやってたね。あ、そうなんだ。祭りちゃんもやっておるんだ。とわちゃんはやっておるの知ってたけど、あと、しおんちゃんか。え、ルーナちゃんもやっとるの？おい、じゃあ結構5人集まりそう。アロックちゃんもやってそう。赤ちゃんもやっとるんだ。やりたいなぁ。OK ファムズの5人で。あー、OK ファムズはなぁ、FPS やるタイプが少ない。あ、でもどうなんだろう。最近ピックス、おかゆところにも始めたか。え、じゃあやるかな、誘ったら。いけるかな？組めそう。エペヤラン？え、なんかさ、おかゆのディスコードの名前がエペヤランボットみたいな名前に変わっとるの聞いたことある？え、さまたち。なんかさ、わからんけど、あの、OK ファムズのサーバーみたいな名前で変えられるんだよ。なんかさ、エペヤランってすごい多分おかゆが言うから、そこのサーバーのおかゆの名前が、エペヤランボットになってた。めっちゃ面白かった。エペヤランボットって。え、じゃあ、
世の名前バロヤランボットになるかな、バロヤランって、うん、じゃあ毎日 OK ファームズ の、 あのディスコードディスコードのチャットに書こうかな、バロヤランバロヤランバロヤランあと4あと4バロヤランバロヤランでもバロラント5人でこう熱くなりたいな、やっぱチームゲームってこう熱くなれるじゃんか、 FPS は特に。あ、じゃあこっち見るから、じゃあ背中頼んだみたいなさ、こう熱い展開様子めっちゃ好きなんだよな、うん、あと4は1人しかいないじゃんバロやらんあと4バロやらんえ、人間様たちもさ、ゲーム誘う時言うだろ、あと3とあと4だふぶきちゃんはガチャやらんぼ、あ、確かに確かに、なんかただふぶきちゃんはソシャゲのガチャをめっちゃやってるイメージあるな、うん、言うけど言うよな。お嬢 BF もやってたの、あ、 BF はやったことない、見たことはあるけれど、あの動画とか、うん、実際にやったことはないかもしれない。あっとって何、あと4人だよっていう意味で、なんていうかな、アットマークを使うんだよ。そう、アット4とか、アット3とか。うん。ガチャとか名が付くのは大概やってるイメージ。あ、確かに。ふぶきちゃんって何でもなんか知ってるし、何でも触ったことあるみたいなイメージある。ソシャゲとか。もう、なんかどれも、あ、どれも、うん、とりあえずはやったことあるかな、みたいな。そう。ガチャやらん、もっとは臭い。ガチャやらん、ガチャやらん。あと何回とか言って。課金したからあと50回って。言ってぞ。ただいまー、よいしょ。